はちょっとコストコのパンがあるので、アーモンドミルクを飲みながらちょっとお昼ご飯を食べたいと思います。ミニクロワッサンですかね。これコストコに買いに行ってるわけじゃなくて、近所のスーパーにたまになんかコストコのパンが入ってくるみたいで、それを手に入れたみたいです、ね、で今日の動画はちょっと積み立てNISAについてまとめていきたいと思いますね。積み立てNISAを始めたのがちょうど去年の1月だから1年前ですね。それまでNISAは登録してたんですけれども、積み立てNISAじゃなくて普通のNISAでしたね。それを積み立てNISAに変更しました。理由は、始めた理由は、なんか知り合いで最近周りで結構資産運用してる人が多くて、でなんか月4万くらい株買ってるんだよねっていう知り合いがいて、ちょっと私もなんかね、お金をただこうやって貯金するよりちょっとでももし運用できるんだったらその方がいいなって思って始めたのがきっかけですね。で今私は、ほぼほぼマックスですかね。月3万3000円で年間40万ですかね。で、その買った銘柄っていうか、それが、スマートアイ先進国株式インデックスっていうのを選びました。で、1年間、毎月積み立てて、どのくらいプラスになったかっていうと、なんか増えたり減ったりで、結構まあでも増えてることが多かったんですけど、なんかでもこのご時世なんかいろいろなんかあるじゃないですか。円相場が結構変化したりだとか、なんかいろいろ。だけど、それでもまあ今最終的にはまだプラスですね。で、まあ多分まあ選ぶ銘柄によってはもっとすごくもしかしたらね、上がってるのとかあると思うんですけれども、まあとりあえず、スマートアイ先進国インデックスっていうのにしてます。で、まあ年間でも40万とかだから、全然たまらないってたまらないですよね。だって年間40万ってことは、10年やっても400万とかですからね。そう。でも確かなんか来年からNISAの増額、積み立て額が増額になって、確かですよね。いくらだったかな。だから、まあそれに合わせて積み立てしていけば、もしかしたら、ね、結構溜まっていくのかもしれないんですけど、まあ今の2023年1 2月の制度のままだと、まあ年間40万しか貯められないので、全然溜まりませんっていうあれですけど、まあでも何もやらないよりは、ちょっとでもなんかやってた方が、まあどうせ、毎日、時間が同じように流れるのは、まあ、ちょっとでもなんか賢く時間を流していきたいじゃないですか。まあ、なんか減るか、まあ、減るリスクもあるから何とも言えないですけど、だからなんかこういう情報を、いろいろ集めて、ちょっとでも賢く生きていけるようになんかいろいろやってるんですけれども、いいですかね。そんな感じですね。まあ、なんかちなみにこれはあれですね、まあ、私も全然なんか詳しくないんですけど、こういう株系とかこういう投資信託とか、だからその地元の銀行に行って、まあ、その窓口の方にいろいろ結構教えてもらうんですけど、まあ、これは購入手数料のないノーロード型のファンドだそうです。
ですね。で、あとはあれですかね、組入れ上位銘柄が、これでもにもらったのが、冊子もらったのが去年なので、まあ、これで変わってるかもしれないんですけれども、当時のあれだと上位組入れ上位銘柄が1位アップル 3.4%、まあ、変わってるんでしょうね。で、2位がマイクロソフト 2.9%、 3位がアマゾン 2.2% っていう感じで、こうやって見ていくと7位がテスラで 0.8% か。で、ジャパン。10位がジョンソン&ジョンソン。まあ 0.6% ですね。っていう感じで、まあ、知ってる会社ばっかりっていうのもあって、まあ、ちょっとわかりやすいなっていうのもあって、これにしてますね。っていう感じですかね。いろいろ金融市場がなんか不安定じゃないですか。だからなんかあんまりなんかこれ以外にはあんまり買わない方がいいのかな、ちょっとその辺よくわかんないですけど、とりあえずなので私はこの積み立てNISAで今投資をしてます。なんかお金の管理って私あんまり得意じゃなくて、大体家族がやってくれるんですけど、あれですね、なんかこういうなんかちょっとの積み立てくらいですかね、私がやってるの。なんかね、お金の管理ってなんかすごい大変じゃないですか、いろいろなかなか複雑すぎて、あまり私の得意分野ではないのでっていう感じですね。積み立てにいた。っていうわけで、ちょっとコストコのパンを食べようと思います。よいしょ。コストコのパン。ね、これめっちゃ、いつも思うんですけど、量が多いですよね。で、これ賞味期限2月5日までにこれを食べなきゃいけないですよね。なかなか2月5日まで賞味期限、でも今日5日だよね。あれ今日5日、てかこれじゃあちょっと前に買ってきてたのかな。あ、そうだ、製造日が 2月3日になってる。ね、なんかこれ今日食べ終わると絶対無理だから冷凍にするんでしょうね、きっと。そんな感じですね、最近の。もうなんか最近なんか なんとなくバッタせわしない毎日、自由時間が少ないです、最近。悲しい。もう今日もだって午後の何時だろう、1時半。もう今日もちょっとしたら終わっちゃうじゃないですか。なんかせわしなくて、最近自由時間が全然ないです。40万しか貯まらなかったら
あれじゃないですか。全然少ないですよね。40万っていうか、この GoPro の充電がすぐになくなっちゃうっていうことが判明しまし、やだ、妻飛んじゃった。だってもう今動画2本目なのに、もうなんか黄色になってきた充電が。これなんでですね、 LED ライトついてるからなのかな、それとも、え、だってめっちゃなんか旅行とか行っても全然撮れなくないですか、これしか。なんか書いてありましたね、それは説明に。 SD カードの容量とその充電時間があるから、それを、だからなんかバッテリーを確かになんか持ち歩いている方もいるんですよね。確かにこれもなんかすぐ切れちゃうし、これどうやって設定するんだろう。あ、そうだから、バッテリーを2個持ちとかしてる方もいるんですよね。じゃあこんなにすぐ切れちゃうもんなのかな、謎。謎すぎますね。でもそうだとしたら全然取れないですよね、旅行とか行っても。でもなんか画質とか多分すごいいいんでしょうね。なんか音もなんか拾ってるのかな、ちゃんと。まだつけてないけどマイクっぽいのもあったんですよね。例えば今日は、2月の上旬で、2月6日か、5? 2月5なんですけど、まあ今日咲いたわけじゃないと思うんですけど、梅の花が開花してたんです。なんかそういう、でも多分今日じゃなくて数日前には開花してたと思うんですけど、なんか、あ、咲いた日を見たかったなって思いましたけど、なんでもなんか綺麗ですよね、お花が開花するんで。でももうそんな時期みたいなんですけどね、外は暖かくなるのかな、これから。こんな感じで、今日の2本目の動画を終わりにしたいと思います。今日の2本目の動画は、積み立て兄さんについてまとめた動画でした。